丈夫、みなにくん。そうだったね。ポリシー次第だよね。
待ちぼうけだったね。そんなのわかんないよ。でも、みなぎくんの姿を見て逃げ出したような。ねえ、まさかさっきの人影がここに逃げ込んだりしてないよね。みなぎじゃないよ。うん、なんだか寝つかれなくって。よくあるの、寝つかれない夜って。そんな時は思い出せない昔のこととか、こうやって考えたりするの。そうだよね、普通じゃないよね、こんな子供なんて。デリカシーないよ。ううん、いいよ。みなぎは心配してくれたんだもの。ナリサ、こんな時間に外に出ては危ないですよ。ごめんなさい、先生。おや、あなた方は北条みなぎさんに桜瑞葉さんですね。
一体こんな自分にどうされたのですか？そうでしたか。それはご苦労様です。カルロさん、あんまりラリサちゃんを怒らないであげてね。ええ、わかってますよ。さ、冷えるといけません。中へおいで、ラリサ。はい。ミナギ、またね。うん、試してみる。私も同じこと考えてた。どうしたの？黙っちゃって。しいからあまり見ないでね。Thank you.
メタルウルフ。稲城先輩、何子供みたいなこと言ってるんですか。今人のことクソ真面目とか思ったわね。